皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。ついに決着した大谷翔平。29、争奪戦。契約合意を勝ち取ったドジャースは7度のワールドシリーズ制覇を誇る名門であり、これまでのも秀夫さんをはじめ、9人の日本人選手、1、が在籍し、日本のファンにも馴染みのあるチームだ。 その契約金は10年総額7億ドル、日本円にしておよそ1015億円と、プロスポーツ史上最高額となった。気になる大谷選手の今後の動向を現地取材班に聞いた。入団会見は現地12月12日以降に大谷選手は契約合意したという段階であり、ドジャースの詳細なメディカルチェック後、正式契約が取り交わされ、 晴れてドジャース大谷誕生となる。早ければ、現地12日もしくは14日、日本時間15日金曜日に入団会見があると推測される。背番号は11、カエンゼルス在籍時の17が用意されているという報道が出ている。この番号、17、 は大谷選手が花巻東高校を1年生時に最初にもらった番号であり、新天地のメジャーに二刀流で挑む大谷選手にとってもふさわしい番号であった。もう一つ、今回はエンゼルス移籍時には選択できなかったプロ野球。日本ハム在籍時の背番号、11が空き番号となっている。 こちらは次なるドジャースで10年契約で臨む覚悟とともに、メジャー第2幕としては17の次に11となるストーリーもこだわりが感じられるものと言えよう。なお、侍ジャパンでは16を背負っていたが、今後も代表限定の番号という自身の認識もあるようで、 ドジャースにおいて選択することはやや可能性が低いと思われる。水原一平通訳は今や大谷選手とともに日本のファンならず、現地でも知られる水原一平通訳との関係も気になってしまう。大谷選手との信頼感においては揺るぎない。共にドジャースに行って、水原通訳がこれまでと同じように支えるため、 球団通訳として大谷選手が招くことが予想される。大家が、障害ドジャース、と言ったように水原通訳も、障害大谷、となっていくだろう。1、これまでドジャースに在籍した日本人のも秀夫石井和久、木田正夫、中村紀り斉藤隆黒田博樹、前田健太、ダルビッシュ優。 つつごうよしとも。どこで思いますかコメントセクションをチェックして、次のビデオを見てください。